栃木県の取り組みを丸ごと、そして分かりやすくお届けしている丸分かり栃木。今回のテーマは G7 レガシー栃木未来会議です。昨年は日光で男女共同参画や女性活躍に関する国際的な会合が開催されました。今回はそれに関係する取り組みをご紹介します。まずはこちらをご覧ください。昨年開催された G7 男女共同参画女性活躍担当大臣会合の趣旨やその成果を引き継ぎ、本県の未来を担う若者を中心とした男女共同参画に対する理解の促進と社会意識の変革を目指して行われるのが G7 レガシー栃木未来会議です。中学生と高校生が対象で、男女共同参画や女性活躍推進にまつわる身の回りの課題をテーマに据え、夏休み期間を中心に子どもたち自身が探求し、その活動の成果を発表します。8月4日には事前の学習会が行われ、18のグループが参加し、それぞれのグループで課題、要因、解決策、アクションプランなどについて話し合いました。私は参加グループの一つ、プリティワンワンの皆さんが通う今市高等学校に来ています。今日は学校で活動をしているということですので、お邪魔してみましょう。こちらのグループでは、性別役割分業というテーマ課題を立て、今市高校の大岡校長先生へのインタビューを行うなど、精力的に活動しています。この日は生徒4名が、この活動に参加していない同級生に対して、課題の現状などを伝える学内説明会のため準備を行っていました。私自身ニュースを日頃から見ていたときに、社会における男女の格差にすごく疑問を抱く点があって、ちょうど学校でパンフレットが配られたときに、私にも何か得られるものがあったりとかできることがあるのかなって思って参加しました。最初はなんかあまり男女共同参画社会について知識もなかったし、身近に考えることがなかったんですけど、その今回の活動を通して深く考えるいいきっかけになったし、直接県庁に行ってみたときに他の高校の人たちもいて、情報を共有する場面があって、その時に新たな発見ができて、すごくいい経験になりました。校長先生のインタビューをした際に、家庭科とかの先生は女性だって思い込んでしまったり、生徒の前で演説しているのは男性だって思ってしまったり、その自分自身にも無意識な偏見や思い込みがあるってことに気づかされました。ちょっとした意識を変えることで社会問題に貢献できるっていうことを感じて、すごく嬉しかったです。今後この G7 レガシー栃木未来会議で代表に選ばれたグループは、12月に県総合文化センターサブホールで行われる輝く栃木フォーラムで、企業、団体、一般県民に向けて成果発表を行うそうです。県は今後も大臣会合によって高まった機運を継続できるよう、さまざまな取り組みを通じて男女共同参画や女性活躍に関する理解促進や機運醸成を図っていくこととしています。今回の丸分かり栃木は G7 レガシー栃木未来会議についてお送りしました。次回もお楽しみに。